マリアンヌ・ストークスは、オーストリア生まれのイギリスの画家である。イギリスの、ビクトリア超絵画の重要な人物の一人である。オーストリアのグラーツで生まれた。旧姓はプラインドルスベルガーである。ミュンヘンで、歴史画家、ビルヘルムリンデン・シュミットに絵を学び、奨学金を得て、フランスに移り、ダニャン・ブーベレや、ラファエル・コラン、クルトワの下で学んだ。パリ近郊の田園で、 他の若い画家たちと絵を描き、自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ルパージュの影響を受けた。この影響は、後年、ストークスが中性的で聖書に題材を描くようになった後も見られる。フランスでは、フィンランドの女性画家、ヘレン・シャルフベックと親しくなり、1883年に、共に、フランスの画家たちの街と呼ばれるポンタバンを訪れた。1884年に、 フランスでイギリスの風景画家エイドリアン・スコット・ストークスと知り合い、1885年に結婚した。1885年からイギリスのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに出展をし、1886年からエイドリアン・ストークス夫人の名を使うようになった。夫妻は1885年と1886年の夏は多くの画家たちが集まった。 デンマーク最北端のチスケーエンで過ごした。1885年にはアイルランドも訪れた。1900年に夫とファインアートソサイティで共同展覧会を開き、コーンウォールの芸術家の集まるセントアイブスに住んだ。子供はいなかったが、頻繁に外国を旅し、チロル地方や、1905年にはハンガリーやタトラス山地を訪れ、半年間にわたって、 バゼックやズダイヤーで写生を行い、夫は風景画を描き、マリアンヌは民族衣装の人々を描き、当時のスロバキアの文化の貴重な記録となった。後年はイギリスのラファエル全派の美術運動に感銘を受けて、中世の神話的や聖書の題材に描くようになり、評価を高めた。フレスコ画のような印象を与える人物画を描いた。ありがとうございます。